日本政府の消息筋がアフリカ東部ジブチの自衛隊の拠点を拡大する決定を明らかにしました。ロイター通信が東京から伝えたところによると、日本はアフリカ東部ジブチで拡大する中国の勢力に対抗するため、来年ジブチの自衛隊の拠点を拡張しようとしていると発表しました。専門家によると、中国は天然資源と新たな市場を手にするためにアフリカ諸国の多くと緊密な関係を結んでいるということです。中国は昨年アフリカ大陸の開発プロジェクトにおよそ600億ドルを投じると発表しました。一部のアフリカ諸国の負債の免除、地域の農業部門の強化がアフリカでの影響力拡大に向けた中国の計画に含まれています。日本もまた2016年の初めにアフリカのインフラ、教育、衛生、医療プロジェクトへの支援を拡大し、これに新たに300億ドルを充てることを約束しました。日本の政府筋はジブチへの中国の参入拡大に注目し、日本もまたこれに関してさらなる歩みを進める必要があると述べました。中国はジブチの沿岸部における初の国外軍事施設の建設を開始しました。ジブチはスエズ運河の航路上にある紅海の南の入り口における戦略的な地域にあり、アメリカとフランスもこの国に基地を保有しています。2011年から日本は自衛隊180人をジブチに派遣しています。日本防衛省の報道官はこれに関する日本とジブチの協議について認め、これに加えて日本はこの基地を拡張し C-130 輸送機や装甲車、追加の人員の配備を検討していると述べました。稲田防衛大臣もジブチを訪問していました。